はい、皆さん、今日もよりこメイクアップチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。よりこです。はい、今日はですね、私の大大大フェイバリットしておりますこちらのうちわサボテンオイル、このうちわサボテンオイルを配合したこちらのイノセントブライトニングウォーターをご紹介していきたいと思いますので、最後までご覧になってください。では早速ご紹介していきたいと思いますが、まずはうちわサボテンオイル、こちらのね、私の大好きなうちわサボテンオイル、こちらをご存知ない方のためにこちらのご紹介をしていきたいと思います。こちらのうちわサボテンオイルはモロッコ原産 100% ピュア天然オーガニックの美容オイルで、希少価値の多いうちわサボテンオイルの赤い実を使用した美容オイルとなっております。こちらですね、赤い実は。このうちわサボテンオイルはビタミンがすごく豊富に含まれているんですが、中でもビタミン E の含まれる率が非常に高くて、アルガンオイルの 1.6 倍、オリーブオイルの3倍、ビタミンオイルがこのうちわサボテンオイルの中に含まれております。そんなすごいこのうちわサボテンオイルなんですが、私は5月から使い始めましたが、まず、一番最初に思ったのが肌の張り、それからツヤ、弾力、そういったものがまず変わってきました。それとちょうど、まあ、その頃動画の中で、まあ、ちょっとね、シミやそばかす、肝斑が気になっているので皮膚科に治療に行こうかななんていう話を動画の中でしていたんですが、まあ、これを使い始めてからね、まずシミ、そばかす、それからこの辺のくすみ、まあまあ肝斑と呼ばれる部分のくすみがだんだんね気にならなくなってきたので、皮膚科にはね結局行きませんでした。そのくらい私はこのうちわサボテンオイルに効果が実感できました。このうちわサボテンオイルはじゃあどのように使うのかと言いますと、まあいろんな使い方ができるんですけど、私は洗顔後の肌に一番最初に使います。で、このうちわサボテンオイルにはブースター効果があります。まあ、ブースター効果というのはなんか他のこの後からつけるものの浸透力を高くしてくれるっていう、そういう効果なんですが、このうちわサボテンオイルのそのブースター効果が非常に高いので、例えばこの後に使っていくお化粧水や美容液の浸透を高めてくれるのもそうなんですが、なんていうのかな、サボテン自体が非常に保水力が高いので、このうちわサボテンオイルを使ってから化粧水を使うと本当に肌のねもちもち感、化粧水をこう絡めて肌の角質層深部まで浸透してくれるので、肌のねもちもち感がね全然変わってきます。はい、ではそんな優れもののうちわサボテンオイルを配合したこのイノセントブライトニングウォーターの特徴をご紹介していきたいと思います。このイノセントブライトニングウォーターにはうちわサボテン以外になんとアルガンオイル、それからホホバオイルも配合されているんですね。では、このイノセントブライトニングウォーターにはどのような効果があるかと言いますと、まずはもうねうちわサボテンオイルのその、エイジングケア、エイジング効果、それからブライトニング効果、お肌のね明度を上げてくれる効果、それからアルガンオイルのお肌を癒す抗酸化作用、
ホホバオイルの乾燥を防いでお肌に潤いを与え、ターンオーバーを促してくれる効果。まずその3つの効果に加えて、その他の美容成分、キュウリのエキスであったり、ビサボロールエキス、それからザクロのエキスなどなどが、まあ、お肌の明度を明るくしてくれるブライトニング効果、それからお肌の酸化を防いでくれる効果、それからもうやっぱりね、私の年齢には一番必要なエイジング効果をもたらしてくれる、ものすごく素晴らしい効果が入っている化粧水。早速ね、このイノセントブライトニングウォーター、手の方にねちょっとつけてみたいと思います。まずポンプがねこういう形になってて、私のこの痛まった手首を痛めなくていい形になっていて、すごいねシューってこういう感じでシューって出しやすいです。だいたいね、まあコットンだったら2プッシュぐらいかな。でしっかりもコットンに浸透しますし、でね、ちょっと使った感じはね、とろみまではいかないんだけど、少しやっぱりこうオイルが配合されてるだけあって、すごくねこうなんていうのかな、とろとろっとした感触はします。でこう浸透がもう非常に早いし、香りはね、ゼラニウムの香りらしいんですが、ゼラニウムってこうローズゼラニウムとかって言ったりするぐらいで、ちょっとローズのお花っぽい匂いがするんですね。でも非常に癒される匂いですね。でゼラニウムの香りの効果って、前にも私アロマの動画でご紹介したことあると思うんですけど、お年頃に非常に効果があるので、この香り嗅ぐだけでもすごく癒されますね。では、実際にお顔の方にこちらのイノセントブライトニングウォーター、それから、改めもう一度ねこちらの、うちわサボテンオイルの使い方もご紹介してますので、ご覧になってみてください。はい、うちわサボテンオイル前にもご紹介しましたが、やっぱりラップバッグ非常に効果があります。ラップで、密閉した後すごくこう肌がねもちもちになりますね。やっぱりうちわサボテンオイルがこのイノセントブライトニングウォーターをこうなんていうのかしらの浸透を高めてくれるし、このもともとこの中にはうちわサボテンオイルが入っているので、相乗効果を実感しました。もうねちょっと本当に待ってたよって感じで、
こういう化粧水が本当に欲しかったですね。はい、じゃあこのイノセントブライトニングウォーターなんですが、150ミリで3980円になります。なので私が今使ってる化粧水とほぼ価格的には同じなので、まあこれからも継続して使っていきたいかなっていうか継続して使っていきます。はい、こちらのうちわサボテンオイルとイノセントブライトニングウォーター、ご興味がある方は、動画説明欄にリンクを貼っておきますのでチェックしてみてください。はい、今日も最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。この動画がいいなぁと思われた方、高評価ボタンお願いいたします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターやっておりますので、フォローの方よろしくお願いいたします。もちろんチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回 YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。またねー。